給料を決めるんではありません。もうすでに、私たちの給料は、上がるという調査結果が出ているわけです。法律を守ってください。最後にこのことを河村市長に、申し上げたいと思います。また組合の皆さん、ここの集会だけではなくて、地元に戻って患者さんや学生の皆さんや市民の皆さんにきちんと河村市長法を守ってほしいですね。そういうふうにぜひ訴えかけてください。私も一緒になって頑張ります。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、名古屋市立高等学校教員組合を代表いたしまして、松林職長より決意表明を。